断しないで行く方法ねえだろ。ないんだよ。ない。俺がまた辛いと思う。辛いんだよ、それが。なあ、分かっていながら。あ、だけど、ああ、ひでえな。うわあ、でも、まあ、あそこすごいですね。あそこ。でも、ほぼほぼ事務所近くですからね、うん、ここ。ちょっと動いてるかな。あ、いや、動いてねえかな。しかし、異常だな、これ。すごいですね。こんなとこに突入しなくてよかったよ。大橋さんが住んでたところでしょ。ああ、国がの。そうね、国がシティでさせて。で、あれ、クラウンプラザどれ？クラウンプラザもっと向こうですか？ああ、もうもうもう。だって事務所向こうですからね。ああ、そうか、そう。事務所向こうありやべ。朝と全く反対になりましたね。いや、よかったね。だけど、いやよくだけどってか朝はダメだけどな。まあまあまあでも朝は変だと思っちゃった。あ、終わってようやく終わってロッテアベニューですよ。いやここだよ。ここから入ってくるのかな。なんなんだよ本当にダメだよこんなことやっちゃ。なんでそもそもこんなに広く道を作んねえかな。狭く道を狭くって。考え方が分かんない。